積分を利用することによって、えー、ある種の不等式、えー、とですね、積分を関連付けすることができる。その関連付けを利用して驚くべき結果を示すことができるということを体験いたしましょう、えー。私たちが話題としようとしているのは、1、2、3、4、5、6、点点点点自然図。これはまあ皆さんよくご存知ですね。で、高等学校では数列の和を考えるときに 1足す2足す3足す4足す5足す点点点点足せ N とかでこれは交差1の等差数で列の和ということで公式に従って簡単に求めることができるまあありますね。その次に1の二乗足す2の二乗足す3の二乗足す4の二乗足す点点点点足す N の二乗いわゆる平方数の和ですね。1、4、9、16、25、36、点点点点そういうやつのは N 個 まで,の大 n 個までの和を求める。でこれもやりますで。その次に1の3乗足す2の3乗足す3の3乗足す4の3乗足す点点点点足す n の3乗でこれもやりますね。でこういうふうに難しい数の和について勉強するんですがそれらは一般にシグマの kk イコール1から n とこんなふうに表されてでえー のですで2乗3乗4乗こういうふうに表せるわけです例えばこの α 乗として、えー、この結果を sn の括弧 α とでも書いてやると高等学校でやるのは sn の, SN の1この α が1の時はこれが2分の 1nn+1、えー、時は 6分の 1nn+12n+1 プラスってい、えー、n が3の時は4分の 1n の次乗、n+1 プラスの次乗と。こういうのも公式として一生懸命やるわけですね。だからシグマ記号で表せば数列の和が求められる。そういうふうに強調する方さえいますね。でそういうふうにするとですね こういうふうに求まるという経験ばっかりしていると我々はこの α として今123というのをやりましたけどこの α としてマイナス1を取ってきた場合 s の n のマイナス1でこれは α マイナス1になりますからつまり k 分の1こういうことになるんですねこういうふうにシグマ記号で表すとこれが元 N の式で表せる、そういうふふうういいふに思う人います。でまあ、実際これ,これ N の式なんですからこれで表されてるっていやそれはそれでいいんですけどこれもっと簡単なシグマ記号を使わない式で表せるか全然表すことができないんですね。これは絶望的なな問題なんですで。数学的にはこの自然数の逆数の和のことを調和数列の和 とって言いますで調和数列のあというのは逆数が等差数列をなす数列なんですがここ典型的に1プラス2分の1これ2分の3と計算できますねでそれに3分の1を加えるこれは6分のなんちゃらとこう計算できるでこれはまた4分の1これともこれ計算することができます。でこう点点点点で 最後のこう n 分の1決めればこの和は n で決まってるはずなんですけどそれを、n、の簡単な式で表すことができないんでですね。でできないにもかかわらず調和数列の和に関しては非常に面白い性質がありましてこれ上 n の値が増えるにつれて n 分の1小さくなってきますからわずかにわずかにこう増えていくわけですね。 5億3 6六百万何と分の1とかねどん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 ちっちゃなで円が大きくなるにせよでもうこれは数みたいなもんなんですね。でちりになっていくわけです。でそういうふうにしてちり、えー、を寄せ集めていくさらにこう無限にこう、えー、続けていくそうすると実はあ昔の人の教えですがこれが実は。 無限大にいこのことを昔の人は塵もも積れば山となるそういうふうに言ったわけで本当に塵のようなものなんですけど集めれば無限大にいるその塵も積もれば山となるという経験は実は高等学校でやる初等的な場面ではあんまり現れてなくて最も簡単な 1+2 分の 1+4 分の 1+8 分の 1+ こういう。 投資数列でこういうやつこれ、えー、初項1公比2分の1の等比数列ですでこいつは、ね、n を無限大に飛ばす無限大になるかそうではなくてこれは2に限らなくく近づく実は収束してしまうわけです。これは地理いくら積むってもですねゴミみたいなもんでそれ2を超えることは決してない。 ということはもう初等的な具体例でこういうふうに簡単に言えるわけです。ところがそういう等比数列のように収束するものと反対に発散する無限大に発散するるものがあるということですこれ,はこれが無限大に発散するということはかなり古い時代から知られていたあ数学的なです、ね、大発見の一つであります,ですごくこう面白い話なんですね。 で、この,のはで、N、この N で終わったときに、これを N の式で表すことはできないとしても、N の式で表すことはできないとしても、それは K じゃない、シグマ、K 分の1で、K イコール1から N、これを N の簡単な式で表すことはできないとしても、表すことができないならば、それを評価することはできないか、ということを考えるわけですね。これは 定積分を計算することができないそういう関数に対して定積分の値を厳密に評価するということができないかっていうのを考えたのとちょうど似た話でありましてこの調和数列の和に関しては数学的に面白い話題がその裏にいろいろあるのでこの評価っていうのはとても大切なことなんです。でこの評価をですね 実は積分を使うと与えることができるというのがこれ1番の話ですね。で、<coughs> ここでは統合抜きの真の不等式で主張されてますけど、これはこの評価がまだ本当にベストな評価ではなくて、かなりまあ緩みがあるということを言ってるんですね。実際こ、この両辺の積分の間には結構大きな差があるわけです。ででもそういう緩い評価だから、そのこの。 等式に関してはストリクトに等号は付かない形で証明せよっていうふうになってます。で、これを利用すると次にですね、1たす2分の1、3分の1、たす n 分の1が5より大、9より小、それを満たす自然数、それを発見することができる。これはなかなか洒落た問題、ね。で、どういうことかというと、1たす1は1ですね。1たす2分の1ってやると1.5ですね。で、まだあ5を超えてません。 三分の一ってやると、その、えっとも、もう、私、この計算もできなくなりますけど。これは六分の、えっと、五と六分の。お、そう、たつから十一ですか。えー、こうなんよ。で、その次に、これに、さらに、また四分の一を加える。どん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 、でっかくなるわけですね。でも、まだ、これ、五を超えてませんね、これ。まだ六分の一、十一程度とは、全然だ、ね。で、四分の一とか。 5分の1をこう足してもままだ5を超えないいと思いますでしかしさらに足していくとやがて5は超える5を超えるんだけど無限に加えていくと無限大にこう発散するわけですから絶対9だって超えてしまうわけです。で,ある程度のところでやめると9はまだ超えないでその程度これが5を超えるけど9は超えないそういう自然数 n の具体例を言ってみなさい いう問題なんですねでちょっとこうこの発想の根元にある調和級数のことが分かってないともともとの問題が出題者が何を話題として何を面白がってるかっていうことが分からないこの問題の一番のポイントはこの問題が面白いんだっていうことを理解することで、ね、面白がることがあこの問題の理解の一番のポイントだっていうことです。で でも2番の問題は言ってみればそういうその背景的な面白さが分かればとってことないので理論的に重要なのはこと1番の方です。でこの1番の不等式というのは定積分を評価するというよりは定積分を評価するときの手法を用いて数列の和を評価するということです。でこれはどういうことかといいますと一番素朴な言い方をしてしまえば XY 平面上で y=x 分の1のグラフを書きます。でまあ x 軸方向にちょっと縮めて、えー、少しデフォルメして、えー、書きますと1234 n, n とあるんですが例えば、えー、12分の13分の14分の 1, 3分の 1, 4分の1でここのところが1でここのところが 2分の1でここののととろがまあ3分の1というわけですねでそうすると例えばこれをこういう形でやるとこれは底辺の長さが1で、えー、縦の長さがも1。で私は x2 項目に縮めてると言ったのはこの1とこの1の長さが見かけ上違うんですけどそれはあのそのデフォルメしているということですね。でこれが実は1だと。 そしてその次にここが、えっと、ここがですね赤い柱これが底辺が1で高さが2分の1ですからこの赤い面積が2分の1ということですで同様にしてここのところが3分の1このところが4分の1こういうふうになりますでこういうふうに、えー、y=x 分の1に対してこういうふうにこう こう作って、えー、きますとえっ、ー、と n 分の1まで取ってくるとここの n の隣のところがここが n+1 になるわけです。そしてこの柱状図形柱の形をした面積長方形の面積の相和というのは実はその下にある相曲線。 の x が1から n プラス1までよりも大きいということそれがこの直感的に分かるでしょうでそのことを主張しているのがこの左側の不等式だということですねでこの中乗図形と比較してみればすぐに分かるで一方この中乗図形を皆さんよく覚えておいてくださいねこの中乗図形はちょっと変形します どういうふうに変形するかっていうと1分の1というのをこちらに持ってくる、えー、1というのをこちらに持ってきますで2分の1というのもこちらに持ってきます、えー、3分の1というのもこちらに持ってきますでこういうふうにして内側にこう持ってくると最後のところはここは n ありまして この最後のののところは1 n 分高さなんですねでこういうふうに考えてやると1分の 1+2 分の 1+3 分の 1+4 分の 1+n 分の1というのがこの双極線の x=0 イコールと x=n イコールの間の面積よりも小さいというふうにこの数列の和を面積によって上から評価することができそうに思います。 とこころがこれダメなんですね。なぜダメかっていうと x 分の1の0から n までより小さいってこういうふうにこう言いたいところなんですけど x 分の1の積分っていうのはですね x=0 のところで無限大になってしまってですねこれでは確かにこの和は無限大よりも小さいって言ってるだけで意味のある不等式にならないわけです。 で要するに何を失敗したかというとそれはこの1分の1についてこの赤い、えー、黒い色この斜線部分をですねこの斜線部分の面積がこのこれ。 よりも小さいって言ってるんですけどこの青いところが無限大ですからこれは評価として意味がないそれはそうだけど間違ってないかもしれないけど役に立たないわけですそこでどうするかここはもうどっちみち1分の11って分かってながからここだけはもうやめ納棺にしようと、えー、そこだけはあ考慮しないで2分の13分の1 分分の1 n 分の1までこの下側のやつをこの双極線の下側で評価しようと。でそういうふうに考えると2分の 1+3 分の 1+4 分の 1+n 分の1これはああ x が1から n までの xdx これで <laughs> 挟めるじゃないかと。 でこの積分だったらば無限大に発散しないわけですねこれはログ、N、でありますからなでもないでこれができたならこの各辺に1を足しましょうと。でこういうふうに評価できるじゃないですか。でこれをもう少し、えー、少し大人びた論理的な表現で表すというのは。 テキストの回答にありますのでここで繰り返すことは避けたいと思いますでも不等式を証明するこの気持ちをですね皆さんぜひ理解してくださいで、それがわかると結局偉大な定義そして驚くべきことにですね1プラス2分の1プラス 3分の1プラスで,で n 分の1こういうやつこれを n の簡単な式で表すことはできないんだけれどもこれは左辺の積分はログの n プラス1えー、ログの x 相ですねでえっ、ー、とログ,のログの1は0で、えー、こちらが1プラス ログの n ってでこういうふうに、えー、評価することができるでこの評価よりも良い評価ももちろんあるんですでこれは非常に素朴な方法で、えー、この評価を得たわけでまあ最ももいいで,しょう面白いですねその逆数の和っていうのはだいそのこの項の個数 n としてだいたいログ n なんですねログ n みたいなもんなんです。 あるいはログの n プラス1みたいなもんなんですそういうことがわかるこの中でどこにもログなんて現れてないのにここからログが出てくるで、これとても面白いことで対数なんてやって何が面白いんだってあんな不自然なものって普通に思ってる人世の中に少なくないんですが気の毒ですよね実は対数っていうのは自然数の逆数のは。で、こういうのを考えるっていうところにそんな素朴なところに登場する 非常に本質的なな関数なわけですで。これに関する面白い話は現代数学の方につながる楽しい話はいっぱいあるんで,で皆さんは受験を終えたらですねできるだけその数学のそういう勉強に向かうそういう気持ちを持っていただきたいんですがこの不等式一般に成り立つのでさて我々の問題です。これれを満たたす自然数の,列、えー、自あ自然数の例、1つ言えと言われたら、 えー、5より大だって言うんですからログの n プラス1というのが5より大ででかつ1プラスログの n でこれが、えー、失礼しましたえっ、ー、とこれより大これより大というんだからが保証されてるのから5より大っていうんだから こうなっってていればもちろん5より大って言るんですねで1プラスログ n というのがえっと <laughs> これが9より小であればこういうようなもし n を見つけることができたならばこの n についてはこれが5より大これが9より小ですから従ってその n に対してはこれが成り立つということが保証されます。で この式が成り立たななけけければいいいというわけではありませんこういうような条件を満足する n がもし見つかればそのような n を利用すればこれの条件を満たすで、私たちはそういう n の具体例を挙げようと言われているだけですからこれを満たすような n を見つければよい。 ということですねでこれは対数に関するもう基本的な不等式でありまして上の方の条件は n が大なること,、えー、と e の5乗ですかマイナス1より大で下の不等式は n が、えー、とログ n が8より小ということですから、えー、と e の8乗よりも小こういう不等式に書き換えることができてで e の近似値 のようなものを利用して、この不等式を共に満足するような。自然数円の具体例を見つければいい。ということですね。で、円の例はいっぱいありますけれども。その中で、まあ、一つ例を出せばいい。ということです。で、ここから、あとは、まあ、楽しいクイズのようなものですから。皆さんも、そのクイズとして楽しんでもらえばいい。この問題は、とってもおしゃれな問題だと思うんですね。そのおしゃれさがわかるためには、数学的な理解が。 必須であるということです